ははいどうもこんにちはしゅんすけです今日は国会の仕組みについてやっていきたいと思います。ということでですね、今回から第3章にね、入っていきますということで、まあ、超面白いぜっていう範囲ではないね、残念ながらね。でもね、非常に大事なんですね。だから、まあちょっとね、うわーっと思いつつも、ちょっと頑張ってやってほしいなと思うんですけれども、でも、これね、第1章であった民主主義の根本原理みたいな話、いろいろあったじゃないですか、ロックが出てきてとか、なんかこういう世界の政治体制があってみたいな。 なんかあそこら辺の話を覚えてる人はね、自分でこう、ぐわっと知識をね、こう、なんていうか、合体させていって、あ、こことここつながってるみたいな感じでね、こう、やれば楽しめるかもしれないということでですね、それを促せるように、僕も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。もちろん、そこら辺、あんま覚えてない人も、ついていけるように授業は作っていこうと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、早速やっていきましょう。 国会の地位と構成ということでねまず国会の地位こいつは何なんだと国会というのは国権の最高機関である国権の最高機関かっこいいよね国の権利ここ国権ねの最高機関まあこれね国会が国民を代表し国政の中心機関として多くの重要な権限を持つということなんだけれども これ、ね、まあんでかっていうと、まあ、第一章でいろいろやったよねこうなんか政治の仕組みというかこういうやつ国民が議会えつまり国会だよねのメンバーを選ぶとで、まあ、議会が内閣総理大臣を選ぶとだから議会っていうのは国民に責任があって内閣は議会に対して責任を負っているよっていう形になってるだからこうして見た時に国民が選んでるのは議会のメンバーなんだよね だからこの国会っていうのは国権の最高機関っていうことになるわけですよでさらに国会の地位として唯一の立法機関っていうのも重要だね唯一の立法機関であるよとだ法律を作れるのはもう国会だけなんですね国会による立法権の独占を意味しているよとただねまあちょっと例外もあってそれはねちょっと覚えなきゃいけない、まあ、基本的に国会しか立法できないってことに変わりはないんだけどまずね こう下のところに書いてある両議員の規則制定権まずね参議院衆議院はそれぞれね、まあ、規則を設定できるんですねこれまあね憲法58条に書いてあるんだけど58条の第2項両議員は各々その会議その他の手続き及び内部の規律に関する規則を定めまた院内の秩序を満たした議員を懲罰することができるよとただし議員を除名するには出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とするこれあれだね 合がやめさせられたやつだねこれちゃんと憲法に、ね、書いてあるんですねあれは法律でバーンって決まってるって感じよりかは、まあ、こう議員でねそれぞれ決まってるやつなんですねで次最高裁判所の規則制定権ということでこれはまあ内部での手続きとかなんか事務っぽい話とかなんか弁護士がどうみたいななんかそこら辺の細かいことをね決める権利を最高裁判所は持ってますもっと大枠なことっていうのは、まあ、国会で決めるのよ国会が唯一の立法機関だからね でもそれで大枠だけ決めて、まあ、なんかすごい細かいことはなんか最高裁とかがやるよみたいななんかそういう感じねで次内閣の政令制定権、まあ次回出てくるんだけど内閣も実はねなんか法律よりもうワンランク下のね弱い法っていうのを出すことができるのね法の強さってどうなってるかっていうと一番強いのがまあ憲法ですとでその次は法律ねでその次に政令みたいなやつがあるわけ それはまあ内閣とか出してるやつなんだけどこれなんでこんなことになってるかっていうと、まあ、国会がさ、まあ、政治家たちが集まってはこんな法律作ろうこんな法律作ろうって議論してるわけじゃん。でそれでなんかねもう実際に法律をバーッて制定してそれを施行してってやろうと思ったらさ なんかいろんな細かいところでなんか問題が起きたりとかさ他の法律とかとの齟齬がどうこうみたいなそこら辺わかんないこともあるわけよ政治家って法律の専門家ではないからそうだから細かいところは官僚が政令として決めてるんだよねもうそうしないと実質回んないよっていう話なのだから内閣も法律よりは弱い政令っていうのを制定する権利を持ってますよってことね で次、地方公共団体の条例制定権ということで、まあ、それぞれね、市とかが、なんか地域ごとにいろんなルールを決めたりしてるわけよ。まあ、それに関してはね、地方自治のところで詳しくやっていこうかなっていうふうに思うんだけれども、まあ、そんな感じで、一応ちょっと例外はあるんだけど、基本的にね、唯一の立法機関であるよっていう感じです。で、次、国会の組織。まず、日本では、任意制をとっています。国会はまあ、2つに分かれてるんだよね。それがまあ、衆議院と参議院なんだけど。 なんでこれ2つあるのとこれはですね、まあ、2つあることによってなんかこうお互いが暴走した時に止めようとかあとは違ったメンバーで構成されてる2つの因があることによってなんかいろんな意見がね取り入れられるんじゃないかみたいなそういうことでまあ任意性を取ってるわけなんですねでこれは言ったらなんかイギリスが一番最初に考えたやつが源流になってるんですねだからそこから考えるとちょっと分かりやすいんですけれどもイギリスはまあ上院と下院ってあったよねで、で上院院が貴族院で 下院が庶民院だったよねでこの庶民院の方はこう選挙で選ばれますとでも貴族院の方は選挙じゃないもともと貴族としてなんかあはは優勝正しいですお金もありますみたいな人そういう貴族が構成してるのが貴族院だったねこの庶民たちは言うて庶民だからま暴走するかもしれんとなんかわけわかんない決定をするかもしれんそうなった時にもうちゃんと知識も教養もある我々がまあこの貴族がまあまあまあっていうふうにね抑えてちゃんとね国をいい方向に持っていきましょうと。 まあそういう流れでこんな感じで上院下院って分かれたわけですよ。でこれが日本に取り入れられた時に、まあ、貴族院は貴族院庶民院は衆議院として入ってきたわけですよ。で貴族院は、まあ、この貴族とかやめようよっていう話になって、まあ、なんか日本国憲法に変わった時に参議院っていう名前に変わったからだからなんかこいつの名残はまあ貴族院なんだよね言ったら。だからこれちょっとクロスしちゃって申し訳ないんだけどこの参議院はこう貴族院に源流があってでこの衆議院の方は庶民院の方に源流があるよと。 思ってもらえるとね、この先ちょっと理解しやすくなると思います。ちょっとね、ごちゃごちゃしちゃったんだけど、まあ、それをちょっと前提条件として聞いてもらいたいんだけど、まず定数、人数だね。これ、衆議院が465名、参議院が248名です。これ、細かい数字は変わるし、まあ、大体でいいよ。今回、まあ、ポイントは、まあ、衆議院の方が多いってことだね。衆議院の方が多いです。これは、なんとなくイメージつきやすいと思うんですけど、この参議院の方は、もともとの構想としては、すごいなんか、みんなが知ってる知識人みたいな、なんかすごい人。 知識も良識もあってウェイみたいな人を参議院に集めようと思ってたのねだからまあちょっと少数正なイメージ248でなんか衆議院の方がなんか庶民うわっていっぱい集めるじゃないけどまあなんか実現実そうなってるかって言ってそんなことないけどもともとの構想としては国民を幅広くねわーって統制させてでそんで活発な議論をみたいな感じの構想だったわけだから衆議院の方が465名ってことで多いんだよねで次任期任期はね衆議院が4年で参議院が6年です今度はこれ衆議院の方が短いね これはだから衆議院の方がなんか庶民をねコンスタントに入れ替えてでなんか国民の意見っていうのをちゃんと反映させようと素早く反映させようっていう目論くみがあるんだよで参議院の方がさっきも言ったみたいにさ貴族とか知識人みたいなイメージだからだからわははみたいなもうちょっとどっしり構えて建設的に議論していくぞみたいななんかそういう狙いがあって6年でもこれ両方ともちょっと正し書きがあってまずこの衆議院の4年っていうのはね4年満期で務められるとは限りませんそうじゃなくて解散っていうのがあったりするんだよね 次回かなやると思うんだけど、衆議院ってね、解散があるんだよ。内閣とかが、よーし、じゃあ、なんか解散って言ったら、こう衆議院の人たちって全一期無職になるんだよね。もともとさ、国会議員っていう感じで、わはは、国会議員だぞって言って、こうなんか、ふんぞり返ってると言ったらあれだけど、まあ、こうやってムーンっているわけだよね。でもそれが、内閣が解散って言った瞬間に、もう全一期無職になるんだ。だから、4年、満期で入れるとは限らない。平均すると3年ぐらいらしい。 で参議院は6年なんだけどこれね選挙は3年ごとにあるのよ3年ごとに半分が入れ替わっていく半数が入れ替わりまた3年でもう半分が入れ替わりっていう感じでなんかごそ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 って半分ずつ入れ替わっていく衆議院は全員ごそっと入れ替わるからなんか衆議院議員が一人もいない時期っていうのがあるんだけど参議院はそれがないのねなんでかっていうと、まあ、やっぱり国会議員誰もいねえっていう状況はさすがにまずいだろっていう事情があるからなのね次非選挙権これはね選挙に出れる権利ね それはね何歳以上に認められてるかというと衆議院が25歳以上、参議院が30歳以上。ねこれもさっき言ったみたいにこう参議院は貴族院がさ元のイメージだからまなんかもっと知識があって教養があってなんかはは,はみたいなこう知識人ですみたいななんてううかこうなんかこどっしりと構えたようなちゃんとした人を集めたかったからっていう思惑があったみたいなんだよねだからなんか衆議院の方はもう若い風吹かしてみたいな感じでもう若いのもいてみたいなでも参議院はそうではない。 っていうイメージやったんだけど、まあ、実際これが機能してるとは実は言い難くて、まあ、なんか衆議院で25歳から30歳の議員ってもう1%ぐらいしかいないらしいから、まあ、ほぼ実際は意味がないんだけど、もともとはそういう構想があってこういう設定になってる。で、まあ、衆議院の方は解散があって、参議院はなしですよと。さっき言ったみたいに衆議院は新しい風吹かしたいから、まあ、なんかバン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 入れ替えていきたい。で、まあ、参議院の方はどっしりやらしたいから、まあ、こう解散はありませんよってことだね。ごめん、ちょっと穴埋めにすんの忘れちゃったんだけど、まあじゃあ、ここ、1。 ここにここ丸3ここ丸4にするねちょっとここちょっと埋めてください。ということで次、まあ、国会議員ねちょっとなんかいびつになってきちゃったけど国会議員これ地位は全国民の代表であるとかっこいいねで国会議員いくつかね特権があるんだよねこの特権覚えてほしい3つあるんだけど、まあ、1つ目会期中の不逮捕特権まず国会議員はね会期中は逮捕されません これ何でかっていうと都合悪いやつは逮捕っていうのができないようにするためですそんなバカだって思うかもしれないけど昔は普通にあったからねそういうのは許さんぞということで,ですね、まあ、国会議員は逮捕されませんとただし現行犯だったりとか逮捕許諾請求があれば逮捕は可能ということで逮捕可能になる条件もあるただ基本的には逮捕されないです次発言評決の面積特権院内でのことを院外で責任を問われない これを二位補特権と同じノリでもう国会でさ自由な言論をさせたいわけよ。そこへなんかさわーって言った時になんか責任取れみたいなことになると、まあ、ややこしいのでそういうことは起きないよと。まあ、面積ですと。ただし、院内には懲罰委員会があって議員の陳謝、党院禁止、除名などを求める場合があると。これで、まあ、ガーシーは除名されたわけですね。責任が問われないとはいえさすがになんだってなったら、まあ、こういう措置を取ることもできると。で、最後、再被特権。 これはまあお金がだいぶもらえるよっていうことなんですけど、まあ、簡単に言うと議員をやってますで貧乏ですはもう毎日爪に火も灯すような生活をしてますってやつだったら,ら金に釣られて悪女働きそうだよねでそいつには政治のことを考えるのに集中してもらいたいわけですよだから、まあ、ちゃんとお金を与えてでまあ集中してねということです、まあ、単純に給料がいいっていうだけじゃなくてなんか JR のグリーン車がタダだったりとかなんかその他のいろんな特権があるんだよね そそういういののがたたたびび問題にななったりもするよねなんかその経費の特権みたいなやつでなんか漫画買ったりしてでなんか旅行行ったりとかしてなんか問題になってるみたいなそういうのニュースでバーって調べたらいろいろ出てくると思うんだけど、まあ、そういうので問題になったりもします。ということでそんな感じでしたちょっとね辛い局面かもしれないけど頑張って一緒に乗り越えていきましょうそんな感じでした最後まで聞いてくれてありがとうございます。 こ,こ未来でアプリを作っちゃいましたなんとここ未来の全講義は広告なしテキスト付きで見れるんです YouTube よりアプリの画先に更新されるので待ちきれない方は要チェック誘惑だらけの YouTube から卒業し魅力的な関連動画や煩わしい広告に時間を奪われることなくスラスラ学習を進めましょうダウンロードは概要欄から